ういっす、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 ういっす。久々のオーバーウォッチやっていきたいと思います。 UI 変わった？なんか初期のオーバーウォッチに比べたらね。お願いします。久々のオーバーウォッチ。え、なんか試合中やん。フルボッコにされてない？しかも、え、05032。え、よし、頑張っていきたいです。無料なだけでブリザードは頑張った。まあまあまあ、褒めてあげましょう、ブリザード。よく無料にしてくれた。抽選また外れた。結構応募多いのかな。お、相手。つまんな。ウィドウつまんな。ウィドウ消せ。ウィドウおもんな消せ。お前はちょっと一回調子乗んない方がいい。マジで？あ、俺なら倒せる？お前を倒す俺は。ウィドウどこ？マジで？振り切ってろ。危ねえ。お前らキャリーしてくれ。俺は何もここの間ダメージ出せないねん。あ、終わった。No. おっしゃっしゃ。危ねえ、ポイントは取れた。命は捨てたがポイントは取れた。よろしくお願いします。俺はこのチームを救うのが今の使命。なんかめちゃくちゃさ、あ、痛い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 。何今の？あ、ウルトか。いきなりテレポートしたからビビったわ。ちょっとバロランとやってるとさ、めちゃくちゃ動き早いんだけど、このゲーム。大パン待ってます。いやいやいや、クイックプレイで大パンするような器小さい男じゃないねん俺は。こっちはベンチながらでもオーバーウォッチリーグ優勝なんですよ。あ、びっくりした。何今の？どっから出てきた？キャストでいいか。まあいいや、もうまくりでいいや。もうまくりだもんあれ。もう全部跳ね返してもらう。上取ろ。はい、皆さん、オーバーウォッチ初めてっていう人、ちょっと強い、一番強いのを教えます。上を取りましょう。交渉がこのゲーム最強です。もう人を見下して打つのが一番強いんですよ。一発も当たってないけど俺。出るこそいるよね、お前。気持ち悪い。一発も当たってないけど大丈夫そうだよ。当たった。あ、あ、そうです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 。久しぶりなもんで、久しぶりなもんで、ずっとバンダル打ってきたもんで、弾は打ってないんですよ。ゴールデンボールズは打ってないんですよ。今を救う、あなたたちを。はい、はい、皆さん、交際中は自分がどこに行けばいいか考えながら交際を打ってください。ただただ交際するのではなく、次どこに自分が行けばフリーでダメージ出せるか、それを考えつつ。あ、待って、フォローしたかも。ファラいる？敵何の音これ？なんかフワンフワンみたいな。あれ、マクリーか。マクリーの銃がファラみたいな音してんのね。いけ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 、ゴー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 。えでででででで、おい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 、勝てる勝てる勝てる。いいよいいよ、敵3分37秒あるけど、いいよ別に。新キャラかな、見たことなくない？あれ聞いたこともねえ俺。ファラかと思っちゃったもん。こっち来ないで。蹴り強いんじゃねえのかよ。危ねえ。いや、 HP1 あざす。 HP1 かよ。ナイス、振り切って。あとオーバーウォッチ知らない人に説明すると、俺が使ってんのはなんだろうね、白アーマーでクレーバー持ってるみたいなキャラ。火力うんこ高いんだけど、マジで HP がなくて、俺にだけをヒール。あのアッシュもうめんだけど。助けろ、源氏が。やれるやれる、
俺がエイム合えば一回でも当たってくれたら。ごめん味方ごめん。これは俺がキャリーできんかった。初心者はマーシー安定。まあやりたいことやりな。うん、ゼニーやりたかったらゼニーやりな。初心者に合ってる間違ってないから。俺のエイムが強い、我のエイムが強いと。空中殺法、ウルトくれ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 、あざす。ちょっと待って、味方救いたい。あー、どこどんなどないところで死んでんのあいつ。俺を守ることに徹してくれ。任せろ。ウルトあります、ウルトあります。アルト、お前ローじゃね、消されてないよねそれ。あ、ウルトは凍るんだ普通に。当たってくれ。オッケー、はい、うまい。そろそろウルトあるんだよねあれ。ありがとうありがとうありがとう、ハルト。あいつをやっての、縦張れ縦張れ、助けるしかないわ。え、ちょっと待って、2人しか生きてないこれ。リテイクリテイク、俺が当てる頭に。ノー！あ、でも結構守ったね。あと10秒でしょ、いけるよ。ウィンストンウィンストンウィンストンフォーカスウィンストンフォーカス、こいつはウルトないウルトないウルトない、このうんこ、このうんこウルトない。あ、こいつこいつこいつ、次こいつ、ルシオルシオ、俺がやる。俺のキル奪ってんじゃねえよ。アッシュアッシュアッシュ、よし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 、キャリーし、あざっす、あざっす。いや、この試合勝てんのはあざいね、あざいね、え、あざっすね。だってさ、試合の途中から入ってきたのにダメージ量結構出してる俺。え、強っこの人、 AP0 強っ、マクリーもう俺前まで結構さマクリーって躊躇してキャスディって呼んでたけども、いや、え、またかよ。ちょっとバティスト行くわ。おい、誰だよこんなマッチング早くしたの。オーバーウォッチ楽しいじゃねえかよ。ちなみに、じゃあ毎回こうやってキャラ説明していくわ。今回やっていくキャラは、バティストです。こいつ、あの、クソぶっ壊れキャラです。よろしくお願いします。ヒールもダメージも無敵も受けます。よろしくお願いします。はい、通常弾、三段論法の、弾です。三段パラパラパラって出します。右クリがヒールの、塊です。味方ヒールしたいときは、右クリです。左クリックは速達なんですけど、右クリックがあれなんで、偏差なんでちょっと難しいですね。ちょっと偏差の武器使うのが久しぶりすぎてやばいっすね。え、この回しなんか避けんのめっちゃうまくね。あー、これ死にます。私、いや、なんか死んでない、あ、死にます。そしてね、バティストのね強みはとにかくクールダウン長いんですけど E なんですよ。 E が無敵のフィールドを置けるわけよ。I'm gonna be honest, man. I don't know what server I'm in, but I got 200 ping. 俺は何サバにいるか分かんないけど200ピングでーす。だって。これウィンストンやりたいっす。ナイス、そせ。200ピング兄貴。頑張ってくれ。マジ？ヒール入りすぎだろ。オッケー、エイムが強い。大丈夫。お前エイム弱いから当たんない。あ、それはやばいかも。No. とりあえず、バティストの強みは圧倒的ヒール量。そして、縦キャラとの相性ですね。でも残念ながら今回うちの構成縦キャラいないんすよ。なので、バティスト弱いっす。だけどもここまで来たら、変えないっていう、頑固さで変えてません。皆さん、ぜひチームプレイヤーなら、諦めてください。これバティスト変えてください。これアナとかの方がいいっす。あとマーシーとの相性最悪です。このキャラ
マジヒールできんもん。Nope. 変えます。クソキャラス構成との相性が最悪です。アナー、はい、あー昔からやるねこのキャラ、みんな大好きアナババア。言い方下品だな。最悪なんだけど。通常攻撃ヒールできるよ。右クリはスコープっす。アナババア右クリが阻害瓶です。左あれ左シフトが、あシフトがスリープダッツです。こうやって寝ます。敵おやすみプンプン、おやすみプンプン。こいつウルトあるかも、やばい。いやお前は死んでもらう。お前は俺を当てることができん。はい、俺がいっちゃん強い。3キルアナで3キル、どういうこと。ありがとうございます。アナはね結構どんな構成でも相性がいいんですけど、やっぱゲンジとかね、高火力な DPS、 あと高火力なタンクにナノブーストをつけることによってキャリーしてもらおうっていうのが重要ですね。とりあえずまだランクが低かったり初心者のうちはヒールすることに、ヒールが全てなんで、こうやってね飛んできたやつを寝かせて、こいつウルト、あーこれ終わりっす、これ終わりっす、これもう敵のウルトがやばいっす。俺のできる限り落としました。ジジありがとうございました。まだ攻めがある俺らには。あオーバーウォッチ、こうやってリスから出た瞬間死ぬこともあります。これは面白い、楽しいね。まあ、初心者のうちはヒールすることだけ考えたらいいんですけど、なんかレベルが上がれば上がるほどなぜかヒーラーがヒールしないんですよこのゲーム。どんだけダメージを出せるかっていうのが強い基準になってくるんですよね、上手いければ上手いほど。もう一番プロの世界一上手いサポートとかヒールする気ありません、もう全く。いやマジで敵どこ。こうやってね味方のカバーも穴できます。突っ込んできたフランカーとかアタッカーに瓶を当てることによって味方のゼニアタを守りました。今またアナはスニーキングとかがねたまに効くキャラなんですよね。こうやってねスニーキングすることによってもう死んでるゼニーに下打ちする結果になりましたけれども、あ多分うまければ俺がキル取ってた。おやすみ。おお、nope. あえおお、ほんとジャンクラってキャラ昔からクソだな。狙ってもねえのになんで俺が死ななきゃいけねえんだよ。うんこ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 。ぜーゲンジは今 92% なのでまたゲンジに投与してこの龍拳でキャリーしてもらおうと思ったけどジャンクラで、nope. 俺もザコシとクソキャラやん。ほんと誰だよジャンクラ考えたやつ。昔からさクソなんだよな、まあ、あんま強くないからいいんだけど理不尽な死に方すんのだけはほんとやめていただきたい。いけお前だ。でね、敵を避けながら俺の方に来ると思う、うん、俺は死なん。いや死ぬかも、危ない、死んだー。これでルシオで帰ろう。誰もトレーサーやれない。もうジャンクラ本当にもうジャンクラこの世から消してください。俺が触る、ああ負けた。ナイストライ。もう二度とサポートなんてやりたくないです。不快キャラ、なんかオーバーウォッチ不快に思うキャラが多すぎるんよな。